インスタライブそうできるんですよ。でも初めてなんですよ私インスタライブするのが。そうだからちょっと手こずるかもしれないんですけど、あでもせっかくねこう普段できないからお誕生日にできたらいいかなと思ってやろうとしてるんですよ。バラありがとうございます。あそうね、コメントできるように設定しとかないと。そうだ忘れてた、危な、ありがとう。そうなので明日は21時からインスタライブをします。でその後にショールーム配信をしたいと思います。ギターもちょっと弾こうかなと思います。うん、ちょっと手こずりそうな感じもするんですけど、インスタライブは。こんばんはね。なんか明日だなんて考えられないです。そう、こんばんは。全然なんかあれなんだけど、こんばんは。でも私さ絶賛筋肉痛でして今本当にやばいんだよ。なんかさふくらはぎがすっごい痛くて、特に右足なんだけど、私右足のふくらはぎなんかしたかなってぐらいすっごい痛くて今とんでもないぐらいに痛いんだよ。なんなんだこれ。でもねヒールで踊ってたから多分それだと思うんだけどさ、すっごい痛くて歩くだけで痛いっていうか、ちょっとこう叩くだけで痛いんだよね。そう、何したの、ライブをしました。こんばんはね。ツアーも千葉来てくださった方も、配信でね見てくださった方もありがとうございました。私はねお昼公演のチャレンジコーナーで、あの千葉県のお隣茨城県出身ということでね、あのチャレンジコーナーさせていただいたんですけど、お昼に弾き語りをさせていただきまして、今日は負けでもいいよ弾き語りさせていただきました。こうなんか大きな会場で本当にもう一人だけでこうステージに立って何かをするっていうか、弾き語りをするっていうのが本当に初めてだったので、すごくねいい経験をさせていただきましたし、とってもね楽しく弾き語りすることができて、うん、よかったです。感動した、ありがとうございます。ね、あの前回あの埼玉の時にあの弾き語りというか、まあ弾き語り、あのシグナルの3人で弾き語りはさせていただいたんですけど、こう一人だけでやるのは今回初だったので、そうそうそう、みんな褒めてくれてよかった。ありがとうございます。舞台監督さんもすごいよかったって褒めてくださって、おさりさんありがとうございます、嬉しかったです。そうね、嬉しい。こんばんは。でもなんかすごいあのアーティストさんになった気分、あのシンガーソングライターさんになった気分でした。なんかさこう一人でギター持って大きな会場でさ、もう本当に一人だけだったじゃん、後ろにもう誰もいないみたいな感じだったから、本当になんかあシンガーソングライターさんかもって思った。なんかそう、そういう気分で嬉しかったです。すごいなんか歌ってて気持ちよかったです。そう、うん、楽しかった。かっこよかった、ありがとうございます。度胸すげえ。そうね、あ最近お雨取り始めました、あありがとうございます、ありがとう。うん、楽しかった、あありがとうございますね。みんなグッズとかね、うちわとかも持ってくださってて、サイリウムとかも見えてすごい嬉しかったです。うん、やっぱ自分のグッズ持ってくれてたりとかさ、サイリウム見えるとすごい嬉しいので。ね、ありがとうございました。
緊張はしなかった。え、なんか意外としなくて、なんでだろう、なんか公演とかの方が緊張したかも。なんか今回あんまり緊張しなくて楽しかったって感じですかね。サイリウム振ってありがとうございます。こんばんは。ね、次はね、いよいよファイナルですね。早いことに今月10月30日に新潟でねあるので、ぜひ遊びに来てください。そう、もうファイナル早いよね。うん、さやちゃんのサイリウムって青とオレンジだけど、一応水色なんですね。水色とオレンジって感じですかね。こんばんは、初見です、ありがとうございます。新潟ファイナル、お、ありがとうございますね。最後30日盛り上がりましょう。昼夜あるのでね。こんばんは。シグナルでフェスを呼ばれしたり、あ、そうなんですよ。11月27日だっけ、あれ27だっけな。そうなんです、嬉しい。なんかシグナルでこう外仕事っていうのも久しぶりかなと思うので、うん、楽しみです。あ、ひのちゃんがねショートカットにしましたよそう、ひのさめっちゃスーパーロングだったじゃん、髪の毛がさ。この前のツアーの時に初お披露目みたいな感じだったんだけど、そうショートカットになった。そうなのでシグナルでは私だけがロングっていう。そう、最初誰だか分かんなかったかな、どうなんだろうね、あれショートカットの子いたっけみたいな。ね、でもめっちゃ似合ってるよね。私さ、なんか結構昔から話してたんだけど、ひのと、なんかショートにしようかなみたいな、いつかショートにしたいとか言ってて、ひのが絶対似合うよって言ってたから、そう、いざなんかショートカットになったの見てもなんか全然違和感ないっていうか、おい、ついにやったんだねみたいなそうそうそうって感じだった。こんばんは。めっちゃ似合ってるしかっこいい感じですよね。なんかどっちも好きだけど、スーパーロングも好きだけど、そう、めっちゃ似合ってるしすごい好きです私。サーヤのリアクションがおもろかった。え、本当、私どんなリアクションしたっけ。でもリアクションでも良かった気がする自分そうそう、なんだっけ、リハの時に初めて見て、それをうわーみたいな。でもその切った日の次の日かな、なんか朝会ったんだけど、すれ違ったんだけど、一瞬誰だろうと思って、そう、ひのがメガネだったから、その時、え、ガチで誰って思った。そう、一応おはようっていうのをやめといたって感じ。ネズミありがとうございます。さやちゃんの声めっちゃ好きです。あ、嬉しい。あ、そう、つぐみさんがさ、なんかリハの時にも言ってくださったんですけど、こう弾き語りの時につぐみさんと、まあ、マリナさんも前で見ててくださったんですよ、リハの時に。でつぐみさんがすごいなんか「さやの声が一番好きなんだ」って言ってくださって「ええー!」みたいな、そんな「ええー!」みたいな、
もうびっくりしたんですけど、すごく褒めてくださってめっちゃ嬉しかったです。そう、初音もありがとうございます。そう、マリナさんもすごい褒めてくださるんですよ、いつも優しい、本当にありがとうございますね。え、嬉しい、感動で何の曲歌ってたか忘れた。今日は負けでもいいよ、歌いましたよ。ねえ、でも嬉しいですね、優しい。こんばんは。んと、なんかでもさ、昔からだけど、なんかそのさ、今はさ、自分の声を聞く機会っていうのがさ、以前よりもやっぱ増えるじゃん。こう DMM だったりとか、まあ、ライブの映像とか、まあ、普通に、まあ、ラジオとかでさ、自分の声をどうしても聞く機会が多いじゃないですか。だからまあなんとか大丈夫だけど、なんか昔とかってなかなかさ、自分の声を録音して聞くっていう機会が全然なかったんですよ。あったとしてもこう検温部でライブしてそれを聞くとか、それぐらいだったからさ、あんまなくて、なんかびっくりしたもん、初めて自分の声を聞いた時って。なんかそのライブっていうか、そのバンドやってた時になんか聞いたんですよ。こうほぼ初めてぐらいのレベルで聞いたんですけど、え、気持ち悪いってなって、やっぱ自分の声気持ち悪いなって思ってたんですけど、なんかこう NGT に入って、まあ、ラジオとか、まあ、DMM とか、まあ、歌う機会とかもたくさん増えたじゃないですか。それでファンの皆さんもそうだけど、こう、まあ、メンバーとかもなんか声が好きって言ってくださる方が増えて、すごくね、なんか嬉しいんですよそう、自分だとえーって思ってたからさ、なんかラジオとかでもすごいよく言ってくださるんですけど、さやの声聞きやすくていいねって、嘘かわからないんですけど本当かでもそう、褒めてくださる方がいらっしゃるから嬉しいっていう。そう、嘘か本当かは別としてわからないけど、そう、褒めてくれる方は言えるのでそう、ありがとうって思ってますよ。本当ありがとうございます嘘つかないかそっか、嬉しいです、ありがとうございます。明日も配信しますか？明日配信します。明日21時からインスタライブして、その後にショールーム配信をします。なので最初はこのルームじゃないんです、あのインスタグラムやってるので、ぜひフォローしてください。インスタグラムフォローしていただいて、そのインスタグラムのライブ配信をしようと思ってるので、まあでも多分手こずります先に言っとくやったことない機械を操ると私やばいので、はい、21時からです。21時からインスタライブをします。告知もしますね、インスタライブでも。見て見て、ぜひ遊びに来てください。初めてするので、機械音痴、うん、だいぶね。ハートありがとうございます。しかもインスタライブってさ、こう初めて見る方もいるかもしれないじゃないですか。だからやばいやつっ
ってだけは思われないように頑張りたいなと思っているそう、え、こいつやばいやつじゃないってこう惹かれないぐらいの感じでやろうかなと思ってます。そう、なんかね、難しそう。大丈夫かな。レインボーさん、ありがとうございます。21歳やり残したことないですね、多分21歳はそうね。ね、明日から22歳で私、どうしようどうしよう、みんなみんな、22歳だるま、ありがとうございます。あ、そう、ハッシュタグ22歳もさやしかでぜひつぶやいてくださいお願いします。どうもありがとうございます。さつまいもありがとうございます。21歳のうちに食べたいもの、特にないか特にないかな。そうね、こんばんは。22歳もさやしか、あ、さいはね、ひらがな、22の22だけ数字で、それ以外ひらがなです。わかりやすくした。こんばんは。まあでもあれだよね、15日がさ、みんなおしゃべり会、おしゃべり会じゃない、ツーショット撮影会あるからさ、そこでいっぱい話せそうって感じ。ねずみ、ありがとうございます。さっきさやちゃんのお誕生日ケーキが続きました。私のお誕生日ケーキが届いた、ありがとう、嬉しい、ハートありがとうございます。21歳で初挑戦したことはやっぱバンドかな。バンドこうずっとねやりたいって言ってて、初期の頃から。21歳はだからバンドがこう結成できた年かなって思います。ハートありがとうございます。ね、こういつもお世話になってるヤマハさんのね、公式ホームページにもこうアーティストとして載せていただけたりとかね、すごいこう個人としてもいろいろできたなと思います。こんばんは。ねえ、びっくりだよね、さあや川越。びっくりびっくり。さあや遠くに行かないで全然近くにいるんだけど全然近くにいるよ。そうね、ギター公演もできたし、ねえ、 JK だったのにね、ほんと17歳だからね、加入したの。でも17から22ってだいぶ年取ったね。まあ、17って言っても高3の年だから、まあ、18歳になる年ではあったんだけど、だとしても18
18から22ってだいぶあれじゃない、だいぶ時経ったよねそう時経った、約4年半ぐらいかな、4年半ぐらい、すごいね、結構長いですね、そう考えると。むしろそれでもまだ21歳なのに驚き、本当ね、そんな経ってたんだって感じですけど、こんばんは、推し歴4年半、お、そう高校生だったんだよ私、こんばんは、若かったわよね若かったのよ本当に、今も若いんですけどは芋感ほぼゼロちょっとあるんかい、おい、昔から可愛かった、本当ですか、明るくなった気がする、あー確か明るく、あ、まあこう皆さんの前ではなのかな、まあね、あの大きく変わったところは前髪かなって感じですけど、髪色変えたのはえいつだっけ、もうそんな昔でもないよね、最近ん1年前とか1年ちょい前とかなのかな、言うてずっと黒髪でしたよ私、そう研究生期間はずっと染めてなかったし、だからだいぶずっと黒髪でしたね、私ちょっと撮影会初めてだったけど話しやすくて好きになりました、あー嬉しい、ありがとうございます、そう言っていただけるの嬉しい、お芋さんありがとうございます、あ、クリスマスで昇格して2年、そうだね2年かねー、懐かしいね、確かにクリスマス公演だったもんね、こんばんは、でもちょっと暗くしようかなと思ってます今は、色が落ちてきたので明るくなっちゃって、まあこの色も別にいいんですけど、ちょっと変えます、いい感じ、あーそうおしゃべり会もね追加されました、11月の分と12月の分、それで最後みたいなのでぜひ遊びに来てください、
ツアーファイナルは多分違う髪色かな。でもわかんない、色落ちしてまた同じ色になる可能性もある私色落ちするの早いんだよね本当に。いつもさ一旦暗くする、暗くなるじゃん、染めましたって時は暗いじゃん、だけど一瞬でさ明るくなるんだよ私。そうだから大体この色なの。でも定期的に美容室は行ってるからさ、うん、カラーしました、ありがとうございます。色落ち早すぎて髪染めたって聞かれてるイメージ、いやほんとそうほんとそうそうなんだよね。でもそういうレベルよな、ほんとに変わるからすぐコロコロ、まあおもろいんだけどその方が。おいもありがとうございます。うん、わかる、この色のイメージだよね私。結構今は落ちてるかも色が、だからちょっと隠したいかもね。そう、よく明るくなったって聞かれる毎回レベルで聞かれる。そうこんばんは。黒にはでもしてる時もあるんだけどすぐ落ちちゃうんだよね。7月ぐらいに1回黒にしたよね。こんばんは。前回はなんかまあ黒ではないオリーブなんかなんとかメロンみたいなやつにしました。ね、初音もありがとうございます。ねえ明日で22歳なんだ私。全然なんかそんな感じがしてない。ありがとうございます。最近ほんとなんかずっとドタバタしててさ、なんか全然なんか誕生日って感じもしなくて、正直気づいたらあって思って、あそういえばみたいな感じ。でもみんな祝ってください、よかったら祝ってほしいですよ、そりゃ明日みんないっぱい祝って。それで実感するから私ちなみに私生まれた時間が12時、まあ0時9分らしいです。だから何って感じなんですけど、プチ情報プチ情報ね、これだからほぼね日付変わった瞬間なんだ私が生まれたのって。0時9分、そうほぼだからもうちょっとで生まれるんだよ私そうそうなんです。いや配信はさすがにあれなんですけど、今日はそんな長く配信しない、明日はするから。今日はそう深夜に生まれたみたい。あと10分早かったら私は13日生まれでしたそう9分ね、出てくるの遅かったみたい。お芋ありがとうございます。
3時間そうね、きっとね。明日何ケーキ買ったらいい？何ケーキだろう。なんだろう、なんだろう、なんでもいいよ。なんでもいいよ、美味しそうだったらなんでもいい。サヤは何ケーキ食べるの？全然決めてないんだよね。というか食べるのかな。なんも、わかんないんだよね。おめでとう、ありがとう。でも大体チョコかフルーツタルトだよ、私食べるの。チーズケーキ以外、あ、そうだね、そう思う。お兄様からお誕生日おめでとうメール来ましたか？まだ来てないですね。まだ、まあさすがに、まあ、前日なので来ないかなってところなんですけど、まあ明日になっても来ない可能性はなくないっていうところですかね。うん、そうですね。お兄ちゃんはツアー見に来なかったですね、お仕事だったので。もう来てたらフライング。確かに塩対応、塩対応ではないんだろうけど、全然優しいんですよ。ただただちょ、なんなんだろうね。メンバーからフライングおめでとうラインは多分まだ来てないかな、多分。来るかな。多分ね、去年ねフライングあったんだよね。帰りかな、どうだったっけ。多分みんなに話したんだけど、帰りがねフライングできてた気がする。そう、そうなんですよ。あ、ナナミがどうやってたのは多分20歳。そう、20歳は多分ナナミが1番で、夢も1番狙ってきてたんだけど2番になっちゃったっていう。去年はカイリがフライングだったからカイリが1番になっちゃって2番が夢だったっていう。どうしよう、今日誰も来なかったらシーンみたいな。日付変わってもあれ通知来ないみたいな。あれ誰からも来ないみたいな、あるかもしれないんですけど。フライングゲットのセンターかえりちゃん。そうね、多分それの影響かな。多分逆にサヤが寝てるパターンも確かにありますね。それは最近すごい本当にすぐ寝ちゃうんですよ。だからワンチャン寝てるかもしれない。それはなくはないですね。気づかないパターンもあるかも。でも本当に寝るってこともあるよね、普通に。ツイッタートレンド入りしたい。確かにしたい、したいな。でもみんなもさツイートしてくれるからそれいっぱい見るね。何でトレンド入りしたいかな。
22歳もさ、やしか。いっぱいハッシュタグ使ってください。勝手に盛り上がっておきます。いや、一緒に盛り上がりますよ、そこは。私も盛り上がりたい。みんなと一緒に。年に一度ですからね。頑張って起きてないと。起きててくれるの、みんな優しいんだけど。嬉しい。やったー。ってなると、みんな日付変わった瞬間の方がいいのかな。まあ寝落ちはね、しちゃうよね。夜勤中だけどツイートします。ああ、ありがとうございます。あ、もう下書きしてくれてな。準備早。あ、確かに今のうちにみんなさ、下書きしとけばさ、ちょっと忙しくなってもさ、って一瞬でツイートできるっていうあれもありますよね。確かに下書き大事。下書き機能ありますからね。フライングツイート、確かに誰かしそう、ファンの方もしそう。なんなら私がする。しちゃうかも。22歳になりましたとかって、まだ13日だったりとかして、いや、しそう。私がしそう。気をつけないと。やばいやば。ねえ、私もツイートしようかなって思ってます。なんかさ、去年あんまなんか下書きとかしてなくて、なんかしかも自分の顔の写真じゃなくて載せたの。何の写真載せたっけ。なんか22歳になりました、違う、21歳になりましたっていうさ、ツイート、なんかケーキかなんかの写真、なんかわかんない。顔の方がいいよね、普通に考えて。よく分かんなかった去年は。だから今年はちゃんと自分の顔で、ちゃんと日付変わった瞬間にツイートしようっていう気持ちでいるんですよ。だからちゃんともう下書きもしました、私は。そう、ちゃんとなんかいいツイートしたいなと思って、今年。そう、学んだ。そう、先月じゃないよ、あのね、去年ね、学んだので、私はそうなんですよ。偉いでしょ。ちゃんと自分の顔にしなきゃって思って。そうなんです。おめでとう、ありがとう。どうもありがとうございます。すごい、みんなにおめでとうって言われてる。ありがとうございます、本当にありがとう。ぜひハッシュタグ22歳もさやしかつぶやいてください。いっぱい去年の見たら確かにケーキだった。え、だよね。私なんか分かんなくて、なんかどういう写真のスタイルか分かんなくて、もう普通に考えて自分の写真だよね、みんな。私なんかケーキの写真。ケーキの写真。
なんかさ、ケーキの写真載せるにしてもさ、なんか自分の顔となんかケーキみたいな、イエーイみたいな感じじゃん、きっと普通は。ケーキだけなんだけど私、そうびっくりして、私もあ、これ違うんだって思って。そうなんです。あ、でも私これもプチ情報なんですけど、755の755っていうアプリやってるんですけど、その背景の写真を毎年変えてるんですよ。それ自分の毎年いただいたケーキを背景にしてるんですよ毎年。そうだから、それも分かんないですよ、今年もらえるかどうか。もらえたらそれに変えようかなって思ってます。こんばんは。そう、755ね、毎年ケーキなんだ。そう、ちゃっかり毎年変えてる。だから今なんだっけって思ったらぜひフォローしてみてください。755はなんかツイッターとかインスタとかにはまあ載せられないような、まあ変顔だったりとか需要あるのかわかんないけど、まあ変顔だったりとか、まあ面白おかしいTikTok を撮った時に、まあ TikTok には載せられないな、インスタには載せられないなっていう動画を載せてみたりだとかとかですよね。まあ、あとはショールームの告知と、あとは公園でいただいたお花とか載せたりとかです。どうもありがとうございます。たまに変なね写真とか動画がね載せてあります。恐竜さんの動画とか。なんでぜひ見てください。こんばんは。まあ明日ねたっぷり配信するので、ぜひたくさん祝ってくださいよろしくお願いします。9時から21時からインスタライブをして、まあ30分から1時間ぐらいまあしてみて、霧のいいところで終わりにして、でそっからショールーム配信をしてギターとかもちょっくら弾いちゃうよみたいな感じで考えておりますので、ぜひね初めてのインスタライブ皆さん見守っていてくださいいやーちゃんとできるか不安なんですけど、見に来てください。ぜひ告知もするので待っててください。まあでもインスタライブは当日でもいいのかな、今日の9時からやりますとかでも様子上げです。はい、ということで、じゃあ今日はこの辺で、明日たっぷり配信しようと思います。ではランキングを読みたいと思います。13位高野さんありがとうございます。12位リンさんありがとうございます。11位ゆうくんさんありがとうございます。10位松尾さんありがとうございます。9位ふさくさんありがとうございます。8位村地さんありがとうございます。7位キッシュさんありがとうございます。6位伊賀の藤丸さんありがとうございます。5位ホークさんありがとうございます。4位星の鼓動愛さんありがとうございます。3位マサさんありがとうございます。2位涼介さんありがとうございます。1位はゆうきさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。21歳、ラストでした。ピチ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 サーヤでした。皆さん明日からは22歳、スクショタイム、そうですね、しましょうか。じゃあパシャと何パシャ、じゃあフライング22、オッケー、ありがとうございます。ではでは
メールも送るので待っててください。ツイートもちゃんとします。はい、皆さんもよかったらハッシュタグ22歳もさやしかでつぶやいてくださると嬉しいですよろしくお願いします。ありがとうございました。またね、バイバーイ。